トゥパック・シャクール射殺事件とは、ラップ歌手のトゥパック・シャクール当時25歳が、1996年9月7日午後11時15分にネバダ州ラスベガスバレーの交差点で赤信号で停止していたときに射殺された事件。シャクールは、40口径のグロックから発砲された4発の弾丸が、胸部に2発、腕に1発。 大体部に一発が命中し、彼はその傷が元で6日後に死亡した。27年後の2023年9月29日、デュアン・キーフ・ディ・デイビスは、トゥパック・シャクールの第一級殺人罪で大陪審に起訴され逮捕された。事件詳細、トゥパック・シャクールは、 その日、ラスベガスで行われたブルース・セルダン対マイク・タイソンのボクシングの試合に、デスローレコードの責任者のレーンと共に観戦した。試合観戦後、カリフォルニア州コンプトンに拠点を置くギャングのメンバーであるナイトの仲間のレーンが、ボクシング試合会場のロビーでライバルのギャングのオーランド・アンダーソンを発見した。その男は、 その年の1996年7月、レーンのフットロッカー店を襲った襲撃犯だった。レーンはシャクールにそのことを告げた。その報復のため、シャクールはロビーでアンダーソンを攻撃した。シャクールはアンダーソンに南部出身かと話しかけ、顔を殴り地面に叩きつけた。シャクールとナイトの側近はアンダーソンへの暴行を手助けした。 この戦いはボクシング会場のロビーの監視カメラに記録されていたがそこの警備員によって消去された乱闘の後シャクールは宿泊していたホテルに戻った彼はそのホテルでガールフレンドのキダダ・ジョーンズにアンダーソンとの戦いへの関与を話し 着替えをした後、BMW のセダンでナイトと共にチャリティーコンサートに出演するためナイトが所有するクラブ662へ向かった。午後11時から11時5分、シャクールとナイトはラスベガス大通りで、カーステレオの音量が大きすぎたこととナンバープレートをつけていなかったことを理由に、ラスベガス警視庁バイクパトロールの警官に呼び止められた。 プレートはナイトの車のトランクで発見された、一行は数分後に拘束せずに釈放された。午後11時15分、白いフォードアのキャデラックがナイトの右側に止まった、射撃班はキャデラックの後部座席に座っていた、窓を開け、シャクールがノルビー MW に向けて40口径の S&W グロック22から連射した。 シャクールは胸を2発腕を1発太ももを1発計4発撃たれた弾丸の1発がシャクールの右肺に入ったナイトはガラス破片によって頭を負傷したシャクールのボディーガードであるフランク・アレクサンダーは後続の車に乗っていた 事件直後に車列の1台が加害者を追跡したが、乗員からは連絡がなかったと報告した、ヤキカダフィは銃撃当時、ボディーガードと共にシャクールの後ろの車に乗っており、同乗していた側近らと共に警察への協力を拒否した。ナイトは負傷し、車はパンクしていたにもかかわらず、 シャクールと自分自身を現場から 1.6km 離れたラスベガス大通りとハーモンアベニューまで運転することができた。彼らは、そこでパトロール隊に止められ、無線で救急隊員に通報した。現場に到着した後、警察と救急隊員はナイトとシャクールを南ネバダ大学医療センターに連れて行った。 シャクールを病院に見舞いに訪れたミュージックビデオ監督のゴビラヒミは後に、マーケティング従業員から銃撃犯らがレコード会社に電話してシャクールを脅迫したという知らせを受けたと報告した。ゴビはラスベガス警察に話したが、彼らは人員が不足していると主張したと述べた。襲撃者は病院に来なかった。シャクールは、 緊急治療室に運ばれる途中で死にそうだと語った病院ではシャクールに10度の鎮静剤が投与され生命維持装置が装着されていたが何度もベッドから起き上がろうとした結果最終的に全身麻酔をかけられた彼はジョーンズの訪問を受けた時 彼女がベッドの横の CD プレーヤーでドン・マクリーンの「ヴィンセント」を再生したときに意識を取り戻したジョーンズによるとシャクールはうめき声を上げ目は粘液が溜まって腫れていたというジョーンズはシャクールに愛していると伝えたガラスで負傷していたナイトは9月8日の銃撃事件の翌日に退院したが 9月11日まで口をきかなかった、銃撃の夜、ナイトは警察官に何も知らない、何も見えなかったと語った、警官の広報担当者は、ナイト氏の供述は捜査に何の役にも立たなかったと述べた、シャクールの入院時の警察官は手がかりがないと報告した、ケビン・マニング氏は今週。 警察官らはシャクール氏の側近から十分な協力を得られなかったと述べた。ラヒミとシャクールのグループ、アウトローズのメンバーは、シャクールを撃った者がとどめを刺すだろうという恐怖から、シャクールが入院している間、シャクールを護衛した。ラヒミ氏はアウトローズが武器を持ち込んだ可能性について言及した。 1996年9月13日金曜日の午後、救命救急病棟にいる間に、シャクールは右肺を摘出した後、心停止に至った呼吸不全で死亡した。医師らは蘇生を試みたが、出血を止めることはできなかった。彼の母親アフェニさんは治療を中止する決断を下した。彼は午後4時3分に死亡が確認された。 2014年、シャクールの最後に立ち会った警察官は、シャクールが誰に撃たれたのか明言を拒否したと述べた、警官がシャクールに、あなたを撃った人物を見たかと尋ねると、シャクールは最後の言葉として警官に、くたばれ、と答えた、現場にいた救急隊員や他の警察官は、シャクールがその言葉を言ったのを聞いたことを報告しておらず、 同様にその場にいたナイトやアレクサンダーも報告しなかった。銃撃から1年後、捜査を指揮したケビン・マニング氏は記者に対し、シャクール殺害は決して解決されないかもしれないと語った。同氏によると、新たな手がかりがほとんど得られず、目撃者らが口を閉ざしたため、 捜査の初期段階では捜査の進行が遅れたという、マニング氏は捜査が行き詰まっていると述べた、シャクールの協力者でアウトローズのメンバーでもある EDI ーンは、法執行機関は何が起こったのかを積極的に知っていると述べ、ここはアメリカだ、我々はビンラディンを見つけたと付け加えた。2002年 ロサンゼルスタイムズはチャック・フィリップスによる、誰がトゥパック・シャクールを殺したかというタイトルの二部構成の記事を掲載しました。一年間にわたる調査に基づいています。フィリップスの報道によると、銃撃はサウスサイド・クリップスと呼ばれるコンプトンのギャングによって、数時間前にシャクールがメンバーの一人を殴打したことへの復讐を目的に実行された。 シャクールが襲撃したクリップスのオーランド・アンダーソンが致命的な発砲をした。ラスベガス警察はアンダーソンを容疑者とみなし、一度だけ、短時間だけ事情聴取したアンダーソンは、2年後、この事件に無関係なギャングの銃撃で死亡した。記事には、 当時トゥパックのライバルだったザ・ノトーリアス含む東海岸のラッパーやニューヨーク市の犯罪者数名も関与しているとされているフィリップスのシリーズの2番目の記事は殺人捜査を評価しラスベガス警察が捜査を誤ったと述べた彼の記事はラスベガス警察の失態を次のように列挙している 1>, 1、銃撃の数時間前に起きた、ボクシングの試合会場のロビーでシャクールがアンダーソンを殴る際に起きた喧嘩を軽視している。2、銃撃を目撃したシャクールの側近の追跡調査を怠った。この人物はラスベガス警察に対し、おそらく襲撃犯の1人か複数を特定できるが、事情聴取を受ける前に殺害されたと語った。 致命的な発砲があり、銃撃犯が逃走した車に似た白いキャデラックを発見した目撃者からの手がかりを追跡しなかった。イスラエルの新聞ハーレツは2011年、情報公開法の要請の結果、FBI が文書を公開し、シャクールや他のラッパーたちに対して殺害の脅迫を行った後、 ミカジメ領を強要したとしてユダヤ人防衛連盟に対する捜査を明らかにした2017年、ナイトはシャクールを殺害した攻撃の標的は自分だったのかもしれないと主張しレコードの支配権を掌握するために仕組まれたクーデターとして彼を襲ったと主張した。 動画制作者の励みになるのでチャンネル登録といいねのポチッとよろしくね。